皆さんこんにちは。今から明治大学駿河台キャンパスのキャンパスツアーを始めたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。それでは中に行ってみましょう。こちらは駿河台キャンパスの図書館となっています。地上1階、地下3階建ての建物となっております。現役の明大生だけでなく、卒業生の方や千代田区にお住まいの方々も利用することができます。全キャンパス約260万冊のうち、およそ半分の124万冊がここ中央図書館にはあります。平日8時30分から22時まで空いていますので、学生の皆さんはここで集中して課題や調べ物ができます。ここラウンジゼロは2022年の春に新設された、学生が勉強をしたり昼食をとったりすることができるスペースとなっています。ここラウンジゼロの他にも、ラウンジパープル、ラウンジアイビーの計3つのラウンジが新設されました。この空間の特徴としては、壁がヒノキで作られていることです。この空間全体がヒノキのいい香りで包まれています。駿河台キャンパスは都心に位置しているため、都会の環境に疲れたという際はここに来てリラックスをしながら過ごすのもいいかもしれませんね。こちらはラウンジアイビーです。外の光がよく入る空間となっております。ラウンジ内にはグループ用の大きな机から個人用の小さな机まで、さまざまなタイプの場所が作られています。充電スポットも設置されているので、残りの充電も気にせずに勉強に集中することができます。ここラウンジパープルの特徴は大きな液晶画面となっております。お昼の時間にはテレビ番組が流れていたり、リラックスすることができる空間となっております。また小さな机がいくつかあるため、お昼ご飯を食べたりお話をすることができます。続いてこちらは日だまり広場になります。駿河台キャンパスで唯一外の空間に机などが設置されている場所となっています。駿河台キャンパスはビル型のキャンパスなので、こちらの日だまり広場は唯一のオアシスとなっています。さて、ここで問題です。こちらの大きな物体、一体何だと思いますか？正解は日時計です。実は明治大学のキャンパスにはほとんど時計がありません。これは明治大学の学生に大学生として自分の時間を自分で管理できるようになってほしいという思いが込められています。受験などで明治大学を訪れる際には、ぜひ腕時計を忘れないように心がけましょう。続いてこの広場の中央に建てられているこの銅像の方は一体誰でしょう？正解は明治大学の創始者の一人、岸本達夫先生の銅像です。実はこの銅像にはあるジンクスがあります。それは銅像の右上のひし形部分を左手で触ると、明治大学に合格することができるというものです。なぜ右上なのかというと、岸本先生は左利きだったそうで、ひし形を触ることにより岸本先生と握手をすることができるからだそうです。それでは動画を見ている皆さんも一緒に岸本先生と握手をし、明治大学に合格しましょう。おめでとうございます。これで皆さんが明治大学に合格する確率は格段にアップしたので、最後は勉強を頑張ってください。そして最後まで体調に気をつけて頑張ってください。ここ大学会館には、主に3、4年生になった時に利用することが増えると思われる就職キャリア支援センターが設置されています。明治大学は就職に力を入れている大学ランキング12年連続第1位を獲得しています。その大きな要因としては、ここ就職キャリア支援センターで行われている面接サポートなどの学生への手厚いサポートが挙げられます。ぜひ就職活動を行う際はこのサービスを活用してみましょう。こちらは駿河台キャンパスの食堂、スカイラウンジあかつきです。リバティタワーの17階に位置しており、壁面がガラス張りになっているため、高層階からの景色を楽しみながらお昼ご飯を食べることができます。現在はランチのみの営業となっていますが、新型コロナウイルスが流行する前は夜も営業していたので、夜景を見ながら夜ご飯を食べることもできました。ここの看板メニューにはトリプルラーメンやトリプルカレーというものがあります。食べ盛りの学生のためのボリューミーなメニューなので、学校見学などで大学に訪れた際にはチャレンジしてみてください。続いてここリバティタワーの最上階に位置する岸本達夫ホールです。このホールは野球部の祝賀会、父母会、各団体のパーティーなどに使われています。このホールの天井を見てみるとドーム型の形になっており、これは旧記念館の天井の形を模したものになっています。そしてその下にあるステンドグラスは旧記念館のステンドグラスをそのまま移築してきたもので、明の鐘と言います。こちらの岸本達夫ホールは地上120メートルに作られており、東京の景色を一望できます。この窓からの景色を見てみると、左手に見えるのが東京スカイツリーです。このスカイツリーから視線を下にずらしたところにあるのが秋葉原の街並みで、大学に入ってからのパソコン機器や家電などもここで揃えることができます。街の水から歩いて15分ほどのところなので、散歩がてらに寄ってみるのもいいかもしれませんね。そして正面に見えるのが葛西臨海公園の観覧車です。その右手をじっと見てみると、東京ディズニーシーのセンターオブジアースのプロメテウス火山とタワーオブテラーを見つけることができます。最後に窓の右手に見える街並みが丸の内大手町の高層ビル群です。大企業のビルが立ち並んでおり、日本の経済・金融の中心地の一つとなっています。このエリアが近いと4年生になった際の就職活動がしやすいというメリットがあることが、駿河台キャンパスの大きな魅力の一つとなっています。駿河台キャンパスツアーはいかがでしたでしょうか。この動画を通じて明治大学の良さが伝わったら幸いです。ご視聴ありがとうございました。